それでは計算基礎学1の第7回の授業を始めたいと思います。まず前回のまとめです。前回は一変数多項式の乗算、それから多倍長整数と単精度整数の乗算を経まして、多倍長整数同士の乗算のとアルゴリズムと、それから計算量について説明をしました。それだと、整数の乗与付き乗算ですとか、多項式の乗与付き乗算についても説明を行いました。で、今回ですけれども、今回はですね、ユークリッドの互助法について説明したいと思います。テキストの方は、今日から第4章に移ります。ということで、第4章の、ユークリッドの互助法ですね。テキストですと49ページからですので、必要な方は一緒にご覧ください。まずこの 4.1 節では、イデアルとか常用感とかの最大公約子、最小公倍子について、記述があると思いますけれども、この辺はですね、この授業を受けている人たちのほとんどは去年主に2年次の大数入門などでやられた内容かと思いますので、さらっと復習しておきます。一応、ここから先の話をする上ではこのような概念が出てきますよということで、まず、記号も含めてですね、こう定義していきますけれども、まず R は今後可換換でして、でそれからあとはですね、 R のイデアルというのが登場します。で、R のイデアルには生成元が存在するとかですね、それから、有限生成といった概念があったり、それから R の間の性質によっては単項イデアルといったものもありました。それからと、この可換換 R に対してその常用類とかですね、それから常用感というのも扱っておりいたと思います。で、次の定義 4.3 ですけれども、ここではいくつか今後使うと、基本的な概念が出てきていると思いますので、これは一応言葉だけ取って復習しておきますけれども、まずここから先に使う基本的な言葉としては、約元ですとか倍元、それから最小公倍子ですね、これ LCM って後から言いますけど、あと最大公約子、こちらは GCD と略称されます。それからあと単元とかユニットとか規約といったようなものがあると思いますので、ここは各自、復習しておいてください。なんか質問があったらこの後で適宜答えたいと思います。それからこの最大公約子ですね、 GCD とそれから最小公倍子 LCM については、一般には1に定まるとは限らないんですけれども、整数間 Z においては正の数ですね。大体の場合は単元の不定性というのがありますけど、整数間での単元というのはかけて1になるような数を持つような元ということで、整数間ですと、プラスマイナス1が単元なんですけれども、ですので、整数での例えば GCD と LCM というのはプラスマイナスの不定性があるということなんですが、整数間においては、正の数ですね、どちらも正の数を、GCD とする、あるいは LCM とするというふうに定めておけば、1に定まるということに注意しておきます。ここまでよろしいでしょうか。はい、それではと次4テキストです4セクション 4.2 のユークリッド正規と互助法という話に入りたいと思います。で、まず定義 4.11 でこのユークリッド正規という定義が出てきます。で、これもですね、多分以前どこかで授業などでやられた方がいるかもしれませんけれども、一応復習のために確認しておきたいと思います。ここではその R を正規としまして、それから D という写像が与えられているものとします。これは R からですね、自然数とあとマイナス無限大の和集合への写像です。で、この時にその R がユークリッド正規であるとは、次の性質を満たすことを言います。任意の R の元 A と B に対して、B が0でないならば、
R の弦、Q と R が存在して、A イコール BQ プラス R、かつ、この先ほどの D という関数で、D の R による値が D の B による値よりも小さいと。まあ、そういう条件を満たすような、Q と R が存在するということですね。まあ、こういう性質を、満たす Q と R が存在するというときに、この R はユークリッド正規であると言います。で、ここで出てきた写像 D というのは、ユークリッド関数と呼ばれております。それからあと Q は小、それから R は乗与と呼ばれております。まあ、それぞれ、その小の方はコーシェントの頭文字を取って Q というふうに書いてますし、それから乗与の方はリマインダーの頭文字を取って R というふうに書かれております。で、この時にその R をですね、A モード B というふうに表しまして、まあ、B を法とする A の乗与というふうにこの R を呼ぶことにします。ここまでよろしいでしょうか。一つ注意としては、このユークリッド正規においては、与えられた A と B に対して、まあ、B が、非ゼロならば Q と R が存在するんですが、それは1に定まるとは限らないということに、を注意しておきます。これは間の取り方によってそういう間があります。まあ、ちょっとここでは詳しい話は省略します。で、あと次の、概念として定義 4.14 というので互いに素という言葉がありますのでこれも確認しておきます。と、まあ、A1 から AN これ R の弦ですけれどもこれが互いに素というのは A1 から AN の GCD が単弦であることを言います。で特にその R の弦 A と B が互いに素の時に、まあ、この記号はですね以前まあ、直角を表す記号で使ったことが、垂直を表す記号で使ったことがあるかもしれないですが、まあ、この A と B が互いにその時にまあこのような記号で表します。